なにマックのナゲット好きなの？お疲れちゃんです、ラットです。今回ね、まあやっていくんですけどね、クラッシュロワイヤル、うん、ちょっとね、やべ、音がそう、わちゃわちゃなうなんでしょうがないですね。いろんな声が入るかもなんですけど、まあそこはね気にしないでもらうか、まあ、ね、勝手に恨み持っていてください、ってなわけで今日はこちらペッカー工場の出来なんですけど、はい、まあ雪玉が強くなったんですよね、うん、で僕的にはそんな強いと思ってなかったんですけど、俺もそう思います。そうなんだけど結構ね使用率が高くて、このペッカデッキが結構勝率が高いらしくて、やっぱグラチャレで、はい、使ってください。はいはい、はい、グラチャレでね結構12勝されてる方が多いんで、今日はこちらで、まあ、マルチでいいや行きたいと思いますね。マルチでいいやってなるのすげえ。グラチュレだったら焼き鳥みたいな、ね、弱い人しかいないから、あ確かに気持ちね。これはかなりレベルの高いグラチュレですね。あ？あ？静かに。焼き鳥すぐうんとかうんとか言うから、うんとか。やばいです、やばいですよね、マジで。これ、ああこのねゴブリンの王冠のスタンプ。これ藤林さんもらえたっすか？いやもらえてねえから、これ感染してねえから、もらえてねえから。世界大会をなんか感染した人はもらえるみたいな。やばいやばい。いいよねそれ。そうなんですよね。参加者の特権もらえない。これも生き玉で。ビヤーン。これでもうバーバリアンが、ああ。でこのままペックがね、まさかのサンスペなんですよね。ロリババ雪玉の。まあロリババね、スペルにあんま入らないみたいなとこあるよ、ね。そうなんですよね。それがね、強い。やっちゃいますか。やっちゃいますか。今度手ごとデビルで潰さないといけないから。デビルの恨みが。借金20億を受けた男。一日越しで。やばいな、手ごとの気分で借金20億だからな。かわいそう。そう、焼き鳥と僕といたのに、誰にしようかなって言いながら迷いなく来た。お任せがあるのに天狗と最低だよな。そうじゃないですか、あんな。スケフリでね、あれでね。相手スケフリだね。平和に行くべきやな。流行りだ。もうフリーズが強いからフリーズが増えるんだよな。嫌いだわ、フリーズ使うの。言語だし、ね、それな、立ち悪いよな。まあ、ババ小屋とかミナシンとかゆっくりな感じで受けられるのが嫌なんでしょう。あね、ちゃっちゃ一個取りたいんすよね。うん、ちゃっちゃとね。すげえよ、これ一人用モードだよ、ハゲ。ハゲってなんだよ。一人用モードだよ、一人用モードだよ。ハゲとか言ったら焼き鳥が泣くじゃないですか。ごめん、焼き鳥。そんな人で髪薄い代表で有名なんですから、焼き鳥。おい、めっちゃ白があるよ。そんなもうこんなんばっかなんでストレスがすごいっすよ。ああ、なんで？誰のせい？お前そんな人生苦労してなくね今。それは偏見っすよ。マジで。お前は人は誰だって苦労して生きてんだよ。フチバセだけっすよ、苦労してないの。そうだよ。本当によ。やべえ。ちょっと。フチバセ。うわ、待って、雪玉強い。今の。やばい、あ雪玉が強い、完璧だった。ゴブギャンのゴブリンども雪玉が吹っ飛ばしてペッカが頭殴った。おお、なるほど、すごい、さすがっすね。さすがっすわ、ラッツ。それな、それな、買いますわ。そういうことやで、買いますわ。そういうことやで。おお、なんだ、おお、フチパイセン全部入ってるからね。大丈夫、俺だとバレない多分。今フチパイセンで俺言ったし。おお、やばい。腹減った。いやな、これフリーズ来てもロリババとか雪玉があるんでね。あれテスラが鬼強いやんけ。テスラゲーやん、マジで。テスラ嫌いだわ。なんかやりたいんだけど俺。桃鉄やる？桃鉄でいいからやる。普通にありやね。ね、普通にあり。俺6時ぐらいにレッチ買うんでよくね。それはお前な。俺も腹減ってるけど、みんな夜まで我慢しようぜ。なんでお前と一緒にしなきゃいけないんだ。夜で半年で8キロ。これ雪玉で飛ばせば全部。これで殴るから。うえ？半年で10キロ太る男になるで。どうやって勝ったんですか？雪玉ぶっ飛ばした。さすが雪玉。ということは
仕事は？よし。うるさいな。仕事は10キロみたいな。やば。なんか見た目が変わったよな。デブだったよな。十何キロだっけ？十キロつかなかった。いや14だったはずだ。やば。マジ言ってんの？やば。そんな太った？太ってないよ。やば。それは偏見っすよ。偏見つが、いや俺だって。え、じゃあ手元本当はやばいな。でもうちのオズニキもそんぐらい太ったって言ってたからな。マジで、まあ、あれはでも元々なんかあれじゃん。うん、違うよね。元々なんかぽっちゃりんでもなくなる。いや今のは、今のはなんだ今のは。センスある。確かに俺らは元々ガリガリだったから俺とか手元はだから悪いんだよ。でも俺体質的に太んないんすよね。おめえな、体質的におめえそれ甘えで、ないわね、多分甘えで。俺も思ったら大丈夫。俺も今まで実績一回太ったことなかったから。俺もなかった、うん、なあラット。ああ俺だって太るつもりはねえけどな。最近肉が出てきたわ、やっと出てきた。お腹がやばいっすね。そろそろやばい。これはやばい、マジやばい。高校行ってるとさ、高校なんだかんだ運動するじゃん、うん、ああ確かに。違う、運動しないっすよ。そう、それだ。確かに動かす機会がなくなるもんな。うん、まあ、移動が。見たくねえから。やめろ。で、わざわざさ、写真で送って。やば。見たくもねえや。俺の上半身裸の写真。いやー、つらすぎだよ。いや、立ってたら、でも言うて、あーまあまあ、だけど、座った時のブニョンって感じ。あー、段差ができる。肉の段差がやばい。マジやばい。だってそこまでいってないから。そこまではまだ大丈夫ですけど、やばいっす。もう見えてきてる。つまみ取れるの？やめろ。これ最近体重測ったらまだ51なかったぐらいですよ。やば。やば。それはちょっとやばい。それただ細いだけやで。シンプルに細いだけで。そうね。身長何？175。やば。おい、それはただただ切る。切った。だから本当に肉を食べてもすんないんですよ。それマジで体質なんですよ。それはまだ。俺も思ったら大丈夫。それ、あげてね。あげてね。俺もそれ思ってたから大丈夫。一緒だ。いや、違いますわ。俺もマジ体質ですよ、俺。たぶん。なんかスポーツがやってたの？一応陸上やってましたよ。ああ。まあ。俺もだわ、そういうの。まあ、モブは陸上部で。確かに、陸上部はモブしかいねえな。なんで今、全陸上部で行きましたね。やべ、やべ。許されねえ、違う。全陸上部で行きましたね。陸上ってどの距離やってたの？長距離。ああ。そんな早くもねえけどな。じわじわ教育で走ってんの見たことないやろ。見たくねえわ、骨が走ってるだけ。見た目そう見える。よくいる、よくいる。骨しかいねえわ。長距離やってる人って割と細い人が多いんで、そうなっちゃうんだよ、筋肉の関係上。筋肉つけちゃダメなんですよ、長距離。重くなっちゃうから体が。短距離はいいんで。短距離はバリバリ筋肉つけた方がいいだから。そんな骨折れそうだよな。折れそうだよな。折れそうか。うん。折れそうか。折れそうか、折れそうか。あ？何言ってんの？藤森さん、相手にしたら負けっす。ああ、ごめん。俺負けやったわ。そう考えたら、いつも棒みたいなもんね。確かに。体重全然変わんなくてやってると。スパイさん、どんぐらいなの？ 3 キロっしょ。そうだね。俺は40切ったじゃねえや。50切った。40っすよ。50切ったぐらい。地下9ぐらいっしょ。多分そう、かかってはないけどね。やばいけどさ、焼き鳥やばすぎよ、お前。まあ、でも、痩せぎす。身長何ぐらい？殺すぞ。それだけは言っちゃいけねえ。言っちゃダメだった。すぐ。まあ、焼き鳥は食わなすぎて。150センチだよ。それは。それはチキ。盛りすぎ。あれ、盛らない。そんなにないよ。そんなにないよ。そんなにない。150もねえよって。40切ったぐらい。うん。お前ら。すべて焼き鳥です。すぐ押し付ける。許されん。何肉行ったの？自分の罪を逃れようとした焼き鳥が最低だ。なんで？マジでゴミだよ。2.5 とは身長どんぐらいな？興味ねえよ、誰も。興味ねえよ。正直どうでもいいだろ。いけ、2.5、こういけや。
お、大丈夫大丈夫です、ね、エレキと雪玉とロリババがあるからライトニングなんでスケフリがきついように見えて処理できちゃうっていうね。まずスケフリがそんなにいねえだろ。いや、多いっすよ。最近増えたか。でも多いっすよ、もう泣くな。お、これライトニング削り行きたいな。体力なん？あー、行きたいな。あとな雪玉でも700だからワンチャン持ってかれるんだよな。このな墓石が強え。墓石な相手遅延スキフリやで。お前何でもスキフリにしとけええと思ってたら。あでもライトニング減ったからさワンチャン遅延が強くなって。あでもアイシールドが弱くなったんか。これライトニングにしむりだな。口悪くない？大丈夫？動画にラトもう口悪いって知られてます。マジか。悪くないっすよ。そ焼き鳥になんかやれって言われたから。いやいやいや、だけ俺悪くない。一人最低だな。どこまで俺の株を下げようと。これは無理ですね。ライトニング打ったら負けるから引き分けが。うん、いいっすね。やっちゃいますか。もう手つけない。やろうぜ。何年でやります。まあ、昨日味を占めたな。貴様。五人でできないですかね。ああね、五人でやります。ああ負けた。なんでや。なんでや。なんでや。今俺は防衛したぞ。何？負けたの。負けた。お疲れちゃんです。前田凛。いやそれ焼き鳥やって。いやいや、すごいそのネタが使われてるな。本当に、うん、本人を使ってるな。いや本人が使ってないですよそれ実は。うん、日本人来た。よろしくお願いします。戦闘民族って書いてあるで。やばいやばい、怖っ。ボコボコ殺される殺される。あーその人言ってんの戦闘民族。そう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 、いるね。悟空悟空って書いてる。戦闘民族悟空はもうやばい。気をつけろ。多分スパーキーとか使ってくれる。そんなわけやない。いや、ユウのガクやペッカや。うん、ペッカペッカ。身長早かった。ふう。うん？ランバー。でこれくらいでなんかただ熱い戦いをしてる。ランバー？ゴーストとかはランバーにしたんですけど。ああ。プリンのプリンの賞味期限が。あーそれ以上言うな、やめろ。10日ぐらい過ぎてる。あまだまだマシ。まっすぐ10日ぐらいならいける。プチンしてないからいけるとかあるよ、うんうん、プチンして10日はやべえけど。プチンして10日は終わり。それは終わりっすわ。さこれマジでさ、いけるくね。あいけると思う。10日ぐらいは全然いけるよ。大丈夫だと思う。割とマジで日本の賞味期限。で怖かったら天ごとと焼き鳥の実験台2人いるから。大丈夫大丈夫、いけるいける。消費期限はやばいですけど賞味期限ならいけますよ。実験で2人いるからな、便利だな。消費期限ってどこに書いてあるかな。どこに賞味期限が書いてあるのか。ここで雪玉なんでピヤー、これで突進が入る。やばくないですか。やばいっすよね。絶対関係ない。やばくないですか。今ので入るってやばいっすよね。まあそれがどういうことやで。カブゲーミングが違う。カブゲーミング何楽しんでるそんなカブはゲームなんやでとか。これワンチャンさ動画撮ってなかったらどうしようか。辛いな。撮れてた。うん、よかったよいしょ。もう3年でさどんくらいかかったと思うんです。いや言うて1週間ぐらいした。それがすげえうるさい。じゃあもうちょいやってもいい説ある。確かに5とかまああるよな。普通に5やっちゃいますか。6時ぐらいに今何時だ。あと2年あれば大輝さんが天ごとに復習してたもん。確かに確かに。6時ぐらいに家を出ないといけないんですよ。いやね、あ、まあ、いいかもしれないと思う。もう、軽くね。そこは怖いんで気持ち行き止まってきますね、うん、やば。ご利用しだったペッカ3子の。コンビニでもいいから軽く食ってもいいけどな、俺。うるっす。してってなった。俺はいい。で、夜俺が連れ行こうかな。やばい、やっちまった。お前なんかすぐお腹いっぱいになるんだ。お前なんか雑。ハッピーターン5個で俺のお腹満たす。大丈夫でしょ。いいじゃないでしょ。進みます。あーそっちか。やった、シャシャったわ。やばい、負けたかも。おい、ライン来さん、すぐ平マジですぐ平行か、あの人。減ったな。もう朝起きてから。これ。うん。興味ない興味ない。
せっかさんしか辛そうだな。あ、そうだよ俺。でもこれもご了承したら終わりなんじゃないですか。これ何もできずに死んだもん。私何使ってるの？聞いて、お互いにご了承してさ、あ、それは負けた。ああ。6年だと 何杯目それ？何杯目？うん。何杯目だろう。何勝何杯？5勝1敗とかかな。そんなやってんの？絶対嘘やろ。嘘つくな、嘘つくな。でも聞いて、これグラチャレでめちゃくちゃなんか12勝欄がにこれが多かった。それ何？だからそう、なんか見たことあるかも。グラチャレ向きなのかもしれないですね。それな、はい、え、何やってたの？マジちゃったんだ。うん、はい。なんでね、まあ一回使ってみてください。多分雪玉が結構強いと思うんで、ロリバモも結局。あ、雪玉ロリバモか。外野手やな。そうなのね。はい。だけどもう3終わったから。終わった。本日はね、はい、終わりにしたいと思います。はい、お疲れちゃんです。バイバイ。あ、俺の